オジブワ族を描いた絵画ファーストネーションはカナダに住んでいる先住民のうちイヌイットもしくはメティ以外の民族のことである。現在、カナダには50を超える民族に50種の固有言語を有する630を超えるファーストネーションの共同体が存在し、そのうちおよそ半分はオンタリオ州かブリティッシュコロンビア州に居住している。 人口は2011年の国の世帯数調査によれば140万人を超え、これはカナダの全人口の4%に当たる。カナダの雇用均等法の下で、ファーストネーションは女性やビジブルマイノリティ、または体及び精神障害者と並び、特定集団として扱われる。同法及びカナダ統計局の要件として、ビジブルマイノリティに含むと定義されていない。 カナダ憲法上では、インディアンという呼称がイヌイットとメテを除く先住民を指す用語として用いられているが、これに不快を覚える先住民もおり、ファーストネーションという呼称が1970年代から一般的に使用されている。また、ファーストネーションの用語を従来のバンドの言い換えとして使用してきている先住民集団も存在する。一方、 インディアンの故障の使用は減少している。2006年国勢調査によれば、インド系カナダ人の人口はファーストネーションの人口を超えている。アメリカ合衆国政府が使用するネイティブアメリカンという用語はカナダでは一般的ではない。アメリカ合衆国内に居住する先住民を指すとされるからである。また同様の故障としてのネイティブカナディアンという用語は、 一般的には使用されない。単にネイティブと呼ばれる場合もある。ファーストネーションは差別を受ける対象である。2010年1月14日、国連が先住民と非先住民の寿命の違いに関する調査結果を公表した。ファーストネーションは犬とイイもしくはメチと共に非先住民との寿命の開きが17年ほどあるとされている。国連は先住民に対して 経済、社会、文化における権利が未だに限定されている可能性を指摘している。ありがとうございます。